どうも、ウェダックスです。本日はライゼン7で、エキスプローラーが遅いという不具合というか問題が起きたので、報告しておきたいと思います。はい。ライゼン7-2700をですね、こちらの MSI-X470 ゲーミングプロで自作1台しまして、OS をインストールし、付属の CD でドライバーを全部インストールしてから、私の相方の方に渡したんですけども、私の方はちょっとライゼンではエディウスがうまく動かなかったので使うことを諦めました。はい、8コア16スレッドの CPU が乗っている、まあ十分ハイスペックな PC だと言えると思うんですけども、それまではですね、相方は第4世代の i5 のパソコンで仕事をしていたわけなんですね。で、ライゼンに代わって正直かなり快適になったんじゃないかなと思ってたら遅いと言われまして、で、具体的に何が遅いのか聞いたら、エキスプローラーが遅すぎて使えないということだったんですよ。はい。映像が残ってますので見てください。はい。クリックして、フォルダが開かれるまでにえらく時間がかかるんですね。で、最初の1回が遅いのは、まあメモリに入ってないので仕方がないのですけども、毎回遅いと。そして、空のフォルダさえ重いと。で、ドラッグ&ドロップさえ失敗することがあるぐらいエキスプローラーが重いんですね。うん。私が使ってた時はそんなことはなかったと思うんですけども、何か環境を変えたかなと思ったら、まあ、電源とメモリーは私の方で交換しちゃったので、それが影響した可能性はない気にしもあらず。ということで、調べてみました。はい。で、調べてみたところですね、ネットの情報ではメモリーが原因だとか、あとは電源を交換したら治ったとか、そういう情報がいろいろありまして、あとは Windows 自体がエキスプローラーが重いという問題はもともと抱えているみたいで、人によってはいろんな設定で快適にしている人もいるみたいです。はい。で、今回の原因なんですけど、結局はその AMD ライゼンじゃないわ、AMD チップセットドライバーが最新じゃなかったからだったみたいなんです。電源をね、変えたら治ったっていう人のところを見てて、一つ気になったのが、電源プランなんですね。ライゼン7に最適化されてる電源プランっていうのがあって、そうなってる、初めて、そうすることによって初めてライゼンって性能が、グッと上がるらしいんですね。で、これはちょっと私もまだ試してないんでわからないんですけども、シネベンチの数値がその電源プランを変えると変わるらしいんですよ。それぐらい影響があるらしいので、で、試しということでホームページに行って、 MSI のホームページに行って、 AMD チップセットドライバーの最新版をダウンロードしてきてインストールしてみました。はい。結果、見事にエキスプローラーは速くなりました。ということは、それが影響してたんですね。はい。ひょっとしたら、シネベンチの結果も上がるのかもしれません。ネットではちゃんと結果も出てて、上がってるよっていう情報もあるんで、実際変化があるんだと思います。はい。なので、ライゼンを使われている方はね、電源プランは確認した方がいいですよ。あと、AMD のチップセットドライバー、付属の CD で私はドライバー全部入れた時に、AMD のそのソフトがどうだったかまでは覚えてないんですけども、もし、CD のままインストールされているなら、一度最新のものを確認して、インストールしてみることをお勧めします。はい。そういうことが、ありました。はい。ね、電源プランでそんなに影響があるんだなっていうのをびっくりしたんですけども、はい。ライゼン7-2700、今後も、相方の方が使っていきますんで、で、相方はですね、あんまりそんなに重いアプリケーションは使わないんですけども、デスクトップミュージックを唯一するんですね。で、デスクトップミュージックって、たくさんの楽器を同時に鳴らしますんで、この時に CPU の性能が低いと、演奏が止まったり、変な演奏になったりするんですけども、その辺が8コア16スレッドのパワーでどうなるかなっていうところなんですけども、今のところ、
その第4世代 i5 との差はあまり感じてないみたいです。はい。だから今後ね、その辺で効果を発揮できたらまた報告したいのと、またいいこと、悪いこと、ライゼンに関しては今後も何かあれば報告していきたいと思っております。はい。本日はライゼン7でエキスプローラーが遅いという症状、なんとか改善できました。はい。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。